全然作詞が進まない。っていうか、何がダメなのかもわからないし。その道を歩くあなたには、何が見えている？この詩は歌えない。少なくとも、私は歌えないわ。ロゼリアといえば、青いバラ。不可能を可能にするって花言葉のバラがたくさん咲いているところ。確かに、私たちがロゼリアの誇りを大切にしようって決めた時から、きっと足元には青バラが咲いていたんだよね。青バラの咲く道。多分、頂点に続く道。ここから、私は何を見ているんだろう。今井さん、調子はいかがですか？うわっ！ねえ、なんで最近後ろから急に出てくるの？びっくりするってば。別に急に現れているつもりはないわ。それだけあなたが作詞に集中しているということかしら。作詞って、え、なんで知ってるの？練習の休憩中にメモ帳に言葉を書き留めているのを見かけたから。ここ数日、湊さんやフェスについてもいろいろ考え事をしているように見えたので、今井さんなりに何かに取り組んでいるのではないかと。以前も作詞に取り組んでいたから、また再開したんじゃないかと思っただけよ。思っただけよって、その推理力やばいって。それでどうなんですか、進捗は？全然うまくいってないんだ。書いた詩をユキナに見せたら、これじゃ歌えないって言われちゃって。あなたには何が見えてるって。何が見えてるんだろう。私、ロゼリアとして何か違うものが見えちゃってるのかな。やっぱり私、まだまだなのかな。ロゼリアとしてできることを探そうって思ったけど、作詞ももしかしたら向いてないのかな。冗談でもそんなことを言うものじゃないわ。ありがとう。でもさ、やっぱり思っちゃうんだよ。私ってみんなよりバンドメンバーとしたら足らないものもたくさんあるし。やめなさい。そうよ。やめなさい。それ以上は聞きたくない。どうしちゃったの、さよ。私は、あなたのことをロゼリアのメンバーとして信頼しています。これは、以前も伝えましたよね。本心で、私はあなたを信頼していますし、決してあなたを慰めたいがための言葉ではありません。あなたが今言った言葉が、あなたを信頼し、背中を預けた相手にどう伝わるのか、考えたことはある？あ、ごめん、さよ。仲間を信頼するということ、それがどういうことなのか考えてください。私は今、あなたに裏切られたような気持ちです。さよ、最悪だ。私がみんなからもらった言葉、気持ち、今のそれを全部無視しているようなものじゃ、なんで言われるまで気づけなかったんだろう。また自分の存在に言い訳しちゃった、私。